皆さんこんにちは。今日はですね、紹介したいのがパナソニックの LED のネックライトです。で、これはですね、だいたい一般的にこれはですね、まあランニング、夜のランニングとか歩くのにですね、首にかけて使う商品です。で、他の動画でもかなりこのやっぱり人気があってか、ネックライトパナソニックさんの、動画を撮ってる人も多いんですけど、まあ自分も、大好きな商品なので、自分も紹介したいと思います。で、自分3つあるんですけど、で、自分の使い方はですね、1個じゃなくて、まあ、ちょっと目も悪いので2つ首に下げて使うっていうやり方もあります。で、こちらですね、動画も他もあったんですけど、これ外せて電池交換もできます。で、こちらの商品は私あとどんなに使ってるかっていうと、作業したりとか、夜の作業したりとか、パソコンでね、首にかけて、またこう一人で作業やっぱり修理とかするので、そういった時にも使ったりとか、やっぱりなんといってもこの商品のまた最後にいいのは、災害時にもですね使えるっていうところがやっぱりいいと。で、よくこれちょうどいい明かりの明るさで、明るすぎず暗すぎずというか、バランスいい光にパナソニックさん作ってるなっていう風な形ですね。本当もうちょっと明るくしたかったら2つつけたらいいかなって、実際ですね使ってみますので、よろしくお願いします。実際、夜外に出てきました。夜も暗いので大きい声は出せません。ライトをちょっと、照明をつけたいと思います。これを実際使ってみます。よろしいでしょうか。明るいですよね。結構明るいでしょう。で、もう一個つけたいと思います。二つつけるとかなり明るくなります。いいですか。画面をほら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 、見分かります。消します。ほら、もう一個。いいですか。今一個つけます。ほら、明るくなった。二つあると明るいですよね。こう使ってる人結構動画でないんですけど。2個で使うと便利です。なかなかいいでしょ。2個使うと一人歩きとか夜暗いところに、撮影ちょっと難しいんですけど、ちょっと2個使うのにすごくいいです。1個切った時つけます。わかりますか。
コツ会、なかなかいいです。あり